今から8年前、ちょうど10月、俺がまだ厨房だった頃の話。当時の俺は俗に言うドキュンで、学校なんかろくに行かないようなガキだった。この時期になるとどの学校も体育の時間は剣道か柔道か選択して授業を受けると思う。そこで腕プシの立つ頭角の奴らが体育受けに行くぞってなったんだ。不良って言っても運動神経いいやつとかマジでめちゃくちゃに強いやつとかそんなやつらばかりだし、体育教師とは友達状態だから割とどの学校でもよくあると思うけど、で俺らは市内とかかっけーという理由で剣道の授業を受けに行ったと思ったら、俺ともう一人 A 以外は柔道に行ってた。俗に言うはめられたのである。A と俺は柔道の方に行かせろと教師に言ったが、聞く耳は持ってもらえず、仕方なくその日は剣道を受けることになった。そして俺は出会った、やつと。2学期の初めに身長160ぐらいの転入生が来ていたのは知っていた。そいつが剣道の授業を選択していたんだ。噂通りのイケメンだった。身長160ぐらいでイケメンっていうのは変だけど、見るからに頭が切れそうなやつだった。名称 B。 そいつはなんか左右に竹刀を振る稽古の時に一緒になったのだが、その時俺の顔を見るなり露骨に嫌な顔をした。俺なんだよてめえ。 B なんでもないけど早くしろよ。俺ああ。 B はあ、これだからバカは。そこでは教師が慌ててきて何もなかったのだが、無性に腹が立ったのを覚えている。そしていよいよ剣道の最後に試合があり、なんだかんだで俺はワクワクしていた。剣道を選択した奴らを偶数奇数で2つの班に分けて試合をするのだが、俺の対戦相手は B だった。心の中で小さくガッツポーズをした。ドカドカと大股で入る俺にすすっと静かに入る B。 ただの自意識過剰だとは思うけど、妙に周りが注目していたと思う。試合ルールは1分間、2本取るか時間切れで判定、どっちが強かったか皆で拍手して決める。はずいやつ。俺は絶対にこいつを叩き飛ばしてやるとやる気十二分で挑んだ。一本目が始まる。教師、はじめ。その声と同時に俺の頭にとんでもないぐらいの衝撃を感じた。俺の横には B がいた。飛び込んできたのである。余裕で一本取られた。俺、は？今のありなのかよ。教師、おう。俺、くっそ、じゃあ俺もやるわ。2本目が始まる。教師、はじめ。その声と同時に大振りで飛び込む俺。胴にとてつもない衝撃が走り、 B が横にいた。多分剣道経験者の人だとわかるけど、踏み込みが早いやつはそんな感じで速攻だわ。その時柔道サイドにいた仲間たちが超ゲラゲラと笑ってた。ちなみに柔道サイドは喧嘩殺法で余裕で勝っていたらしい。 A はどんまいどんまい、かっこよかったよと腹抱えて笑ってた。打った喧嘩は負けなしだっただけにとんでもなくショックを受けていた。よりにもよってあんな野郎に？は？って感じ。とにかく悔しかった。その日イライラして授業を受ける気にもならず、早々に学校を抜け出す。他の奴らは俺が負けた剣でおちょくってくるので相手したくなかった。夜中に A からメールが来て、ボロ負けした俺さんチーズって来た。ちなみに2チャンネラーなのはその頃からである。 A 曰く B はもともと別の学校で剣道部で主将クラスだったらしい。中学生にして初段だか2段だか持っているレベルだったそうだ。勝ち目がないのは目に見えていたようなものである。そもそも教師は俺ら不良が試合をするときは直に止められる距離とかに来るのに来ない時点でおかしかったのを理解するべきだった。ただそれで気持ちが納得することはなかった。
なんか無性に腹が立って、適当に金属バット持って家の前で振り回してた。剣道のつもりで。翌日、必死にイメージトレーニングして無駄な自信を持った俺。A は俺と一緒に学校を訪れ、そのまま B のクラスに突入。B。何、負け犬。俺。あ？ふざけ。今考えると、いきなりドア開けて入ってきて何がふざけるなだよ。俺。とにかく今日の体育絶対出ろよ。B。はあ？お前らと違って普通に授業を受けているから出るに決まってるだろ？ A。俺さん煽られてる。こんな感じで宣戦布告した。結果は惨敗であった。ちなみに A とは幼馴染。幼稚園からクラスまで変わらないという妙な仲だ。どんなバカなことも付き合ってくれて、今でもいい友である。 A。 どんまいどんまい、恥ずかしい。超煽る A。 俺。あーとよくわからない姿勢を上げている俺。こんな感じで忍び込んだ屋上で騒いでた。 A。 俺。笑いすぎて過呼吸になる A と恥ずかしすぎて苦しい俺。なぜ挑んだのだろうと、多分喧嘩して人生で初めて後悔した瞬間だと思う。いや、喧嘩じゃないよな。とにかくそんな状態じゃ不良グループに戻ることもできないし、むしろ戻ったら絶対にバカにされる。それは何とも言えないほど嫌だった。 A。 で、どうするっす？俺。喧嘩なら勝てる。 A。 いや、見切られてバシューンよ。俺。ありえる。 A。 わらわらわら。今でも思い出すと恥ずかしい。そこで A が俺に話した。 A。 そういえばさ、 T マンションに落ち武者出るらしいぜ。それが俺と B との因縁を大きく突き動かした。そのマンションというのが、バブルの時に建造したけど、通行の不便さとか、そもそもなんでこんな田舎にって感じの意味不明マンションで、自殺者が相次いだとか、自殺志願者が集まるとかでありがちな心霊スポット。荒れ放題で夜中に何度か肝試しで訪れたことあるけど、落書きとエロ本だけしかない場所だ。俺。 T マンションってあの？ A。 そうそう、まるまるちゃん、びっちりやるが見たんだって。当時の俺はどうしてそれを選んだのかわからないが、とにかく B に勝ちたいという気持ちが強く。俺。その落ち武者に修行してもらってくるわ。そう全力ドヤ顔で言った。やべえ、これもなんか恥ずかしい。そうして夜中 A と一緒に T マンションに訪れた。俺の装備は、まんじゅうと線香、あと仏壇にあった位牌をなぜか持ち。A の装備は、インスタントカメラと実家のお札。とにかくわけのわからない装備で T マンションに訪れた。当時は大真面目だった。A。女と来て。俺。俺だって来てよ。そんな感じで会話しながら落ち武者を探した。なぜか外れているドアと動物の足音とテントや寝袋が散乱している部屋。七輪ではなく焼肉プレートがあったり、コンドームとか木人形とか古いラジカセとか、思い返せば拍子抜けする廃墟だと覚えてる。俺。どこで落ち武者出たんだよ。 A。 知るかよ、おっかねえぞここ。でも当時はビビってた。割と真面目におっかなく、コウモリが出た時は二人でガチ悲鳴あげた。そんなこんなあって最上階あたりまで来た。時刻は深夜2時。だいたい2時間ぐらい捜索していたと思う。ガチャガチャと背後で薄い金具が何枚もぶつかっているような音がした。最初は缶だろうとか思ってた。 A。 なあ、缶の音聞こえるよな。俺。うん。 A。
近づいてきてね、俺思ってたわ。どうやらその音は俺らが歩いた場所を見て回っているようだった。カチャン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 とよく音が響いていた。だんだんとまぶたが重くなるような、肌が痛くなるような、寒くて耳が痛くなるような感覚がし始め、鳥肌が立ち背中がゾクゾクとする。なぜか頭の中では俺らの背後にドクロで剣道の防具を着た幽霊が立っているようなイメージが浮かび、 A、 悪い、俺マジで逃げるわ。そう言うと A はものすごい速さで階段まで走っていく。俺、ちょ待て、ビビりながらその背後を追う俺、逃げ出した。3階まで駆け下りたところで俺はガチこけした。それはかなり全力なこけ方で、階段で2階ぐらい前転しながら落ちた。 A のかすかに笑っている声が聞こえたけど、 A は逃げているのか、どんどん声が聞こえなくなっていった。俺は真面目に痛くてその場に座り込んでいた。カチャンカチャン音がする。間違いなくガチャガチャとも階段を降りている鉄の塊がいるのを感じた。俺マジでマジで、情けないことに腰が抜けて動かない。もしかしたら金縛りかもしれないけど、そうこうしているうちに俺が見ていた階段に奴が現れた。見るからに武者、綺麗でかっこいいと思える。子供の日に見るような甲冑を着た美男。眉毛はシャッとしていて、顔もスッとしていて、目は細いながらも力強い。最初はコスプレしている人かと思ったけど、その姿がわずかに透明なのを見て落ち武者だって分かった。透明なのに気がついた瞬間、だんだんと怖くなり、持ってきていた位牌を取り出して見せつけた。武者の男は、は?って表情になった後、優しい顔をしてクスッと笑った。おそらく今だからわかるけど、俺も位牌を見せられたらびっくりする。俺、これ饅頭です、線香です。武者、それを目で見てまたクスッと笑う。俺、ごめんなさい、すみません。武者、ゆっくりと階段を降り始める。ちなみに、適当なサイトからコピペ。お位牌は、御霊のとどまる場所、つまり霊位を表す牌のことです。亡くなられた方の生命、死亡年月日を記して礼拝します。お位牌についての歴史は、中国の儒教におけるご先祖様やご両親の存命中の遺憾や生命を板に記して書いたものが、禅宗と一緒に日本に伝わってきたのが始まりと言われています。なんか実に間抜けだわ。てかご先祖様迷惑なんじゃね。ゆっくりと降りてきた武者は俺の前に立つと、ゆっくりと鏡、俺の顔を見た。ビビって声が出なかったけど、武者が別に鬼でもない、安心しろと言っているような気がした。テレパシーってやつなのかな。とにかく頭の中で声が聞こえる感じ。武者、まんじゅうへ手を伸ばす。親指と人差し指で掴む。その瞬間、ズズッと腕の皮が引っ張られるような感覚がして、まんじゅうから白い粒が抜けた。その光の粒を武者は食べるとニコッと笑った。武者さんを見ていたら気持ちがだんだんと落ち着いてきて、俺の本題を思い出した。俺、そうだ、剣術を教えてもらいたいのです。慌てて正座し土下座する俺。武者、ものすごく動揺、大きく後ろに下がる。俺、剣道で負けて悔しくて、本物武士なら強くなれると思いました。武者、手を出して一生懸命顔を上げろのジェスチャー。俺、いいですか。バカである。バカだけどなぜか了承してもらえた気がしてテンションが上がった。武者、両腕を組み、まっすぐに俺を見る。俺、ガンつけるように見る。そんな感じで本気で1分以上続けて、俺、酒ですね。
明日は持ってきます、だから教えてください。そういう結論に至って再びの土下座。武者、また顔を上げろのジェスチャー。これの繰り返しなので省略する。その日は妙に気分ウキウキで家まで帰った。 A からメールが何通も来ていて、10通目あたりで死んだで、20通目あたりでごめんって来てた。俺、武者に許可もらった。 A、は？俺、明日から修行する。じゃ。A、は？次の日、学校に忍び込んで市内を2本かっぱらった。そこから一旦家まで戻り、親父の日本酒一升瓶を手に持ってマンションへ。そこからじーっと武者が来るのを待った。途中怠けて他にも持ってきていた漫画本や PSP をして時間を潰した。すまん、俺の待機場所は屋上。武士と言ったらここに来るだろうなと妙な自信を持ってた。夜中5時ごろ、町内の帰りの歌が流れ出した頃、ガチャン、カチャッカチャッ、あの音が聞こえてきた。俺は直にゲームとか PSP をしまい、持ってきておいたコップに酒を注いで正座した。武者が階段から出てくる。すごく驚いた顔をした。多分内心、うわ本当に来たよだったと思う。俺、師匠よろしくお願いします、叫ぶように言った。武者さんは困った顔をしながらも俺の前に立った。そこから武者さんと秘密の修行が始まった。最初は持ってきておいた竹刀を武者さんに渡すと首を振られ断られた。というのも竹刀を持つことができなくて通り抜けちゃうのだと実演して見せられた。なので武者さんは脇に刺していた刀を一息で抜刀。俺はうおかっけーとか言ったら照れくさそうに笑ってた。主な教え方は武者さんが刀の持ち方や構えからを実演して見せて顎でさあやれと言われて真似するだけだった。それで初めの1週間はとにかく竹刀の持ち方と腰の入れ方を教えられた。最初尻が出ていたのだけど、その時に武者さんが寄ってきて腰のあたりをパンって叩いた。実際には叩かれた衝撃はないのだけれど、胃の中に急に冷たいものが現れるような、そんな妙な感覚がしてヒッと腰を前に出す感じ。あと何度も握り方を見せられた。要は絞るように握り、腕はわずかに曲げろとのこと。足に関してはそんなに言われなかったけど、飛び込みの時はもっと体をかがめろと何度も見せられた。基本的には同じ動作の繰り返しで、俺がそれをしている間はコップに注がれた酒を武者さんは黙って飲んでいた。その間も眉一つ動かさず、じっと俺を睨むように見ていたのを覚えている。ちなみに休憩はなかった。だから2週間ぐらいは筋肉痛と疲労で A とも遊ぶ気にならなかった。そういえば不思議なことに、お酒を注いであるはずのコップが毎回終わる頃には空になってた。武者さんが飲んでいたのだと思うけど。そんなこんなで夕方5時から夜の10時ぐらいまで、今考えるとよくぶっ通しでできたなって思う。一度だけ怖かったのが、2週間目あたりで俺が実践を教えろとダダをこねた時だ。武者さんは大きく息を吐くと立ち上がり、そこに盾と刀で刺した。俺はワクワクしながらそこに立つと、向かい側に武者さんが立つ。瞬間、今でも経験したことがないけど、とてつもないオーラを感じた。不良同士の喧嘩で頭角が発しているような、とにかく近寄っちゃいけない感じ。で、ババッと走ってきたかと思ったら俺の首元寸前で刀が止まっていた。なんていうか飛び込んだわけでもないのだけど、本当に瞬時に接近してきた。俺はビビりながら泣くと、すまんすまんと武者は慌てた様子でおどおどしてた。ただただものではないと確信を得た俺は、真面目に武者さんの修行を聞くことにした。11月、雪が降り始めても必ず武者さんは屋上で待っていてくれた。その頃になると武者さんが何度かビシッビシッと刀を前後に振っていた。とにかくキレッキレだった。
しかもそれをした後一息つくと思った瞬間、居合斬りのような速さで刀を抜刀、瞬時に前後を切り刀をしまう。これを5秒ぐらいでやってた。刀は見えなかったけど明らかに抜いていたと思う。俺は相変わらず竹刀を振って、時々武者さんが目の前に立ち指さした箇所を叩く練習をしていた。例えば武者さんが肩を指さしたら肩を狙って竹刀を振る。ズンと俺は振っていたのを見た武者さんが見る俺の横に立って刀をストンと落とすようにまっすぐ切るのを見せる。こうやれと武者さんは言っている。それを何度も繰り返す感じ。ちなみに構え稽古、俺命名で武者さんがゆっくりと刀を振るのだけれど、それをどう避けるかの修行がつらかった。そう避けると腕出ちゃうよ、そう避けると肩出ちゃうよ、そう避けると顔危ないよ、ほら腰出てる、尻どうにかしろ、どう避けても何かしらミスる。俺、師匠のようにできないですよ。武者楽しそうに笑っている。11月からは比較的楽しくなってきた。12月初め、 A、お前1ヶ月も引きこもってるけど平気？俺、修行してる。 A、 ああマジでやってるのか。俺、 B に勝ちたい。 A には修行していることを内緒にしておいてくれと10月の時点で言っていたけど、どうやら A 自身も忘れていたらしい。それと俺が B に惨敗したから顔が出せなくなったともっぱらの噂、ますます悔しくなる。A、 でも体育での剣道も終わってるし、もうすぐ終了式だぞ。俺、あ、そうなんです、バカなのです。俺はその日武者さんへ修行後話をした。俺、明日試合してこようと思います。武者さんは黙って俺を見る。俺、勝ってきます。武者深くうなずく。そうすると武者さんは笑い、俺の頭を撫でてくれた。すごくひんやりとした。まあわかると思うが、当日 B が入部した剣道部に放課後訪れた。最初顧問のババアに一方的に、お前が来るような場所じゃねえだろ、帰れと言われたが、静かに B と試合だけしたら帰りますと言い返した。 B、お前またやるの？俺、うるせえ、黙って勝負しろ。省略、負けました、負けました。顔が熱くなってきた。ただ B の得意技なのかはわからないけど、飛び込みは完全に避けれたし、何回かつばぜり合いってものになった。それに明らかに竹刀を打ち込めていた。大きな成長を感じながら武者さんの元へ戻った。俺、負けました。武者、だろうなと言った様子。俺、でも絶対勝てます、この調子だと。武者笑う。とりあえず25日からは来れなくなるということだけを伝え、家族や遊びたいし、それまでの間は全力で修行した。持ってくるお酒を3000円台にランクアップさせた。武者さんが飲むのを静かに見ていたら、おっという顔をしていた。年末深夜11時でにぎわいのある街の中、俺と A はあの廃墟へ。屋上に着くと武者さんが正座して静かに日が昇る方の山を見ていた。残念ながら A には見えていないらしいが、俺はそこにいる、いると一人で大興奮。というのも A と遊んでいて連日のように嘘だろうとバカにされ続けていたからだ。俺、師匠、そう言いながら一升瓶を持っていく。俺、武者、え、そう驚いていたのもつかの間で、武者さんは直にコップの酒を飲むといつもの微笑。俺と A はバカ騒ぎしながら飲んで騒いでた。 A は未だに俺がボケてただけだと思っているらしい。そんな感じでマンションの屋上で騒ぎながら初日の出を迎えた。
一生大切な思い出となった。武者さんはすごくかっこよく、初日の出が似合っていた。5日から修行を再開し、次の再戦を2月と決めた俺は一生懸命修行した。武者さんも教えてくれるものが実践的なものになっていき、打ちながら下がる技や切り抜けとか、いろいろ見せてくれるようになった。俺は1割ぐらいしかできなかったけど。それで見ていて分かったのが、本当に武者さんは強い。あと、若干俺がイメージしていた剣道と動きが違かった。なんとか面と面を合わせて黙ってこちらから攻め込む修行をしたが、全部避けられていた。で、何度も俺の背中とかお腹とか打ち込まれた。ひんやりとした感触しかないけど、切られたっていう感触だけはしていた。そして自分がなかなか納得できず、2月下旬になってしまった。俺、師匠、今度こそ勝ってきます。武者、ニコニコと笑う。俺、うおー。武者、腰の紐を締め、忘れるなよと言った顔で見る。つまり気を抜くなよってことだろう。なんだか師匠に認められた気がして嬉しかった。そうして俺は意気揚々と放課後の剣道部へと訪れた。相変わらず顧問のババアは俺のことを止めるが、前回と同じような流れで B を呼ぶ。 B、 不良だから闇打ちとかしてくると思ったけどしてこないし、てっきり根性なしなのかと思ってた。みたいなことを言われヒートアップする俺。ただ冷静にというのが武者さんを見ていたら大切だと分かっていた。武者さんを真似するわけじゃないけど、冷静にふっと鼻で笑い、俺、正々堂々喧嘩売ってるんだよ、買えよ、と喧嘩腰で言ってしまった。おそらく俺は武者さんの冷静さを理解できていないと思う。B、うっせえよ、先生、さっさと終わらせますので。妙に B は気取った様子で俺との試合を承諾してくれた。おそらく顧問も B も何かノリノリになっていたんだと思う。ただ今回は少し変わっていた。 B、 お前防具の付け方も知らないのかよ、こっち来い。そう言うと B は俺の防具をきつく縛り直してくれた。俺、おう。動揺しながら B を見るが、やっぱ憎たらしいイケメン顔が面の向こうにある。なんか無駄に盛り上がりを見せていて、隣の柔道部や剣道部の奴らが全員こっちを見ていた。そうしながら試合へと向かう。互いに礼をし、試合場へと向かう。不思議だったのが、 B は竹刀をすっと上に抜くようにして面に構えたけど、俺は竹刀を下に抜くようにしながら構えた。なんかそれが独特の雰囲気だったのか、少し周りがおおと声が上がった。顧問、はじめと大きな声でババアが言った。 B はまっすぐに俺へ飛び込んできた。反射的に体が横へとずれる。 B の竹刀は空を切ったが、直に振り向き俺へと来る。俺の足取りはめちゃくちゃだったが、飛んできた竹刀を自分の竹刀で受け止めることに成功した。また歓声が湧いた。俺は直に体を引きながら B の手を狙う。ぶつかり合っていた竹刀をきれいにくるりと回し、 B の小手を狙うが、バチンと引き下がりながら B がそれを阻止した。その後は何度も隙を見つけては竹刀を振った。肩とかも狙ってしまったが、一本にはならず、とにかく隙があるところに叩き込んだ。そう書くと俺がめちゃくちゃ打っているように見えるけど、実際は B の方が素早く打ち込んできた。つばぜり合いで容赦なく俺を押し飛ばし、竹刀を振ってきた。とにかく早かった。何度も B と目が合う。 B は真剣な表情だ。ちょっと昔なら笑っていたかもしれないけど、その時は笑うことなく真剣に睨み返してやった。互いに何度も距離を取り、 B が攻め込み、それを俺が避けて俺が攻撃するが、 B には届かず、一瞬の隙をつく俺の攻撃は B の技量で逃げられ、俺は直に距離を取る。とにかく終わりがない攻防戦だった。そんな中、めちゃくちゃな足取りがあだとなった。
そもそも修行の時に袴を着ていなかったのが問題だった。一瞬転んでしまったのである。そこに容赦なく B が竹刀を振る様子が信じられないほどスローモーションで見えた。バカ者、諦めるな。本当にそういう男の声が聞こえた。俺はハッとしてダメ元で竹刀で攻撃を防ぐ。そのまま妙な硬直状態となり、顧問が待てと声がかかり、俺は急いで立ち上がり B と面向かう。あのまま転んだ状態で攻められていたらと思い息をつくと、大バカ者、油断するな、とまた男の声がした。なぜか知らないがビリリッと頭の中に電気が走るような気がしてハッとした。顧問、始め、と同時に B が俺の手を狙って攻めてきていた。俺は慌てて竹刀を横に倒す。そしてぐるっと回るような感じで B の面を叩けた。一瞬背中を相手に見せたと言えばいいのかな。モンハンの大剣の回り切りの高速バージョンというか、そんな感じでまぐれ一本入った。声を出していなかったからか、めちゃくちゃだったからか、惜しくも一本とは言われなかった。 B の舌打ちが聞こえた。そんなのがゆっくりとした時間に感じていると、 B がこちらへ竹刀を振っていた。俺は直に足で踏ん張り、しゃがみ込み、竹刀を横に倒して振り向きながら飛び込んだ。バシーンという確かな手応えと音がした。ただ声は上がることなく、その後あっさりと普通に面を取られた。それが納得できず動揺しており、すぐに2試合目もあっさりと面取られ、日本ストレート負け。終わってすぐに涙が出た。俺には分からなかったけど、20分ほど続いた大激戦だったらしい。でたらめなのにすばしっこくいやらしい攻撃をする俺に顧問も驚いていたそうだ。でもそんなの関係なしに、終わった後ぼーっとしてた。やはり先ほどの一本が納得できなかった。 B がそんな俺の前に立ち、ポカリスエットを差し出してきた。俺、なんだよ。B、 飲めよ。俺、毒でも入ってるのか。 B、 そんなわけないだろ、それ飲んだら少し来い。俺はポカリスエットを一気飲みしてみせて、無駄に勝ち怒った表情をして、 B は呆れ顔。そのまま B に言われるがまま顧問の元へ行った。 B、 さっきの試合なのですが、なんで俺さんへ一本あげなかったのですか。俺は驚いた。顧問も驚いた顔をしていた。 B、 不良だからですか。俺が納得しません。顧問、面は明らかに一本と認められない。銅に関しては。 B、 何なんですか。顧問、声が。B、 相手は素人ですよ。一本にしてあげるべきだと思います。それに大会でも。そんな感じで B が俺の一本を認めさせてくれようとしていた。わずかに嬉しかったが、同時に惨めに思い、もういいと言った。 B、 お前また来いよ。俺、もう来ねえよ、しらけた。そう言いながら学校を後にした。本当に終わったというか、何も感情が湧いてこないというか、とにかく何もかもが嫌になった。その日はちょうどよく気取ってる不良がいて、喧嘩して親呼ばれて、そんな感じで終わってしまった。一週間修行をサボり、何もなくただ漠然と A たちとつるみ、その中でもまた負けたという評判が広まっていて、居づらくなっていた。そうであったからか、枕元に出てしまった武者さんが。武者さんは何も言うことなく俺のことを見ていた。情けをかけているわけじゃないのは分かった。むしろ褒めてくれているのだと分かった。そしたらすごく涙が出てきて、バカみたいに泣いた。武者さんはいつもの笑顔で静かに俺の頭を撫でてくれた。
本当なら勝者はお前だ、バカ者。あの声が聞こえた。やはりあの時聞こえたのは武者さんの声だったんだ。その後は声も聞こえなくなり、武者さんの姿もいつもより薄くなっていた。俺、師匠。涙目ながら武者さんを見ると、いつものようにニコッと武者さんは笑っていた。そして刀の鞘を俺に差し出して、握れとうなずき目で言ってきた。俺はその鞘を握ると妙に気持ちが落ち着き、同時に武者さんがいなくなるのだと悟った。俺、師匠。ぐっと鞘が引かれ、俺の体が持ってかれるような感じになるが体を保つ。武者さんはほらなといった感じだった。勝手な解釈だけど、お前は強くなったぞってことだと思う。武者さんはそのまま俺に背中を見せると、スーッと歩くように姿を消した。あのあと心を入れ替えたというのも変だが、真面目に剣道がやりたく思い、高校進学を選択した。残念ながら今までの行いがあだとなり、大した学校には行けなかったけど、無事進学はできた。中学の剣道部にはダメ元で入れさせてくれと頼んだが、顧問のババアに拒否された。で、 B がどうせなら8月ぐらいまでいいじゃないですかと言ったそうである。ただ B とは試合後それほど会話することはなかった。もともとかなりの実力者だったのもあり、進学先は剣道の強豪校に進んだのを知っている。というのも一度対抗戦で B と当たったことがあった。その時は正々堂々いい線で勝負できた。ただ1対2で俺の負けだったけど、弱小剣道部では大会優勝を目指すこともできず、自分の剣道の段を取ることぐらいしか充実はなかった。ジジイがバカみたいに強くて、武者を思わず思い出したけど、一応大学行って続けて警察官になるのも考えていたのだけれど、家の事情でどっちも叶わなかった。そんなこんなで適当に生きてきたけれど、最近あの T マンションが壊されることを知った。懐かしい思い出を昨日 A と語り、その余波で朝から話してしまった。ごめん、話長かったけどこれで終わりです。あんまバシッとできた話じゃないけど、現実だとこんなものなんだろうな。ちなみに B は大学でも剣道を進んでて、町の剣道場で教師やってるらしい。すげえ。